サマセットモーム、ウィリアム・サマセットモーム、ウィリアム・サマーセットモーム、1874年1月25日から1965年12月16日は、イギリスの小説家、劇作家、フランス、パリ生まれ、10歳で孤児となり、イギリスに渡る、医師になり、第一次大戦では、軍医、諜報部員として従軍した、1919年に、 ガツとロックペンスで注目され、人気作家となった。平面な文体と物語展開の妙で、最良の意味での通俗作家として、名をなした。作品に、人間の絆、お菓子とビールや、短編、雨、赤毛、擬曲、オエラたなど。ロシア革命時は、イギリス情報局秘密情報部に所属した、情報工作員であった。同性愛者としても知られている。 1874年1月25日にフランス・パリで出生する。両親ともにイギリス人で、父ロバートはパリのイギリス大使館勤務の顧問弁護士で、サマセットは4人兄弟の抜子であった。父と母とは17歳離れており、母メアリはメーカの出身で軍人の娘、非常な美人でパリ社公会でも花形であった。その元には作家メリメア、 画家どれも訪れたという。8歳の時に母が肺結核で、10歳の時に父ががんで母子、一家はバラバラとなる。モームはイングランド南東部ケント州のウィットステーブルで、牧師をしていたおじヘンリー・マクドナルドのもに引き取られた。おじとは不仲で、慣れない田舎暮らしで孤独な生活を強いられた。13歳で、カンタベリーのキングズスクールに入るが、英語をうまく喋れず、 加えて、生来の喫音のため迫害され、生涯のコンプレックスとなった。これらの経験は、自伝対策、人間の絆の前半部分に描写されている。14歳から15歳の時、肺結核を病んで、難仏で、天地療養し、初めて気ままな青春の日々を送った。16歳の時、ドイツのハイデルベルク大学に、留学する。この間、多くの人と接する。 法律家や牧師の仕事が不向きと悟り、作家を目指すようになるが、牧師を望む叔父と対立し、結局18歳の時に、ロンドンの聖トマス病院附属医学校に入学する。学業には打ち込まず、主にタンビ派などの文学書を読みふけった。また、貧民街に居住し、インターンで病院勤務したことで、セキララな人間の本質をよく知ることとなった。 この間の経験を生かし、1897年にフランス自然主義文学に学んだ諸女作を出版、一定の評価を得るが、売れ行きは芳しくなかった。同時期に卒業し、医師の資格を得た。文学者となることを決め、その後も作品を発表し続けたが成果を得られず、試行錯誤を繰り返した。自身納得できず、以下の一覧にわかるように、 この時期の作品の多くを封印している。モームは、生涯、長期旅行したが、作家として、世に出るとまず、スペインアンダルシア地方を旅行、1905年に、印象旅行記、聖母の国、ザ・ランド・オブ・ザ・ブレスト・バジンを出した。以後もしばしば訪れ、30年後に、歴史物語、ドン・フェルナンドを発表した。30歳あたりからパリに、長期滞在し、 イタリア各地やシチリアも以後たびたび訪れている。やがて儀曲執筆を開始、真偽の人、ドット夫人、ジャック・ストロー、スミスなどが上演され、劇作家として一本立ちした。1912年より反省を振り返る意味での大作、人間の絆の執筆を開始した。1914年、第一次世界大戦が起こると、志願して、 ベルギー戦線の赤十字野戦病院に勤務した。やがて情報機関に転属、スイスジュネーブに滞在し、活動を行う。表向きは劇作家を続けた。1915年に大作、人間の絆が出版されたが、戦時中だったため注目されなかった。だが、同時期に書いた儀曲、オエラ型は、1917年にアメリカで上演されて、大成功を収めた。 この時期に結婚し、一人娘ライザンが誕生した。1916年、健康を損ない情報活動を休止すると、アメリカへ渡り、さらに、タヒチ島などの南太平洋の島々を訪れている。翌1917年に、アメリカから日本、シベリアを経由し、ペトログラードへと向かった。ロシア革命の家中のペトログラードでは、 MI6 の諜報員としてケレンスキーと接触し、資金援助した。ドイツとの単独講話阻止のために送り込まれたので、あったが、単独講話を唱えるボリシェービッキが、戦争継続派のケレンスキー臨時政府を倒し、失敗に終わった。激務でもあり、肺を悪化させ帰国し、スコットランドのサナトリウムで療養した。この時期に、画家、ゴーギャンの生涯をもとに、 ガツとロックペンスの構想を練り、序述を始める。1919年に出版されると、アメリカでベストセラーとなり、人間の絆も再評価され、英語検索家として世界的名声を得た。雨、赤毛を収めた、木の葉のそよぎ、当時の文豪ハーディをモデルとしたことで物議を醸した、中年になった舞台女優の恋を描いた、劇場などの長編や、オエラ型、 一巡りなどの戯曲を発表し、1930年代末の第二次世界大戦勃発まで旺盛な創作活動を行った。なおこの時期、執筆量の最も高い作家と言われた。1920年代は世界各国に船旅を続け、ニューヨークをはじめアメリカ各地、南太平洋へ、後に中国大陸、 マレー半島、インドシナ半島を訪れ、主に短編作品へ結実している。1926年に、南フランス地中海地域のリビエラ、コートダジュールにあるフェラミサキに本拠となる大邸宅を購入したが、1927年に、夫人シリーと離婚したシリーはカナダに居住し、1955年に没す。以上の出来事を挟みつつ、キプロス、スペイン、イタリア、 北アフリカ、西インド諸島などを旅行し、1930年に、東南アジア地域の旅行機、一等室の紳士、セ・ジェントルマン・イン・ザ・パーラーを出している。シンガポールに立つラッフルズホテルを、ラッフルズ、その名は、東洋の神秘に彩られていると絶賛し、長期滞在した。シンガポール MRT のサマセット駅は、モームの中から取られている。他に、 台湾国のザオリエンタル湾国を高く評価した。長期滞在もしており、現在同ホテルには、モームの名を冠した、スイートルームがある。1933年に、シェピー沖に、戯曲の創作を終了する。1935年に自作評論を兼ねた、自伝、要約するとを、出版。1936年に、娘ライザが、ロンドンで結婚し、家を送った。 1937年から翌年にかけ、インド各地を旅行した。第二次世界大戦勃発前後は、イギリス当局からの依頼で、フランスでの情報宣伝活動を行うが、1940年6月のパリ間落により、邸宅を撤収し、ロンドンへ亡命、翌年に体験式、極めて個人的な話を交換した。10月に、リスボン経由でニューヨークへ向かい、 終戦までアメリカ各地に在住する。戦争中に大作を観光、多大な反響を呼び、数年で映画化された。大戦中にリビエラの邸宅は数軸軍、連合軍双方の軍に占拠され、激しくいたんだが、回収して1946年より再度居住し、同年チェーザ・レボルジアとニッコロ・マキャベッリとの政治闘争を久しだ。 昔も今もを発表した。1948年間のカタリーナを最後に小説の筆を立った。その後は世界の10代小説、人生と文学などの評論、エッセイを発表し、1958年に評論集、作家の立場からをもって執筆活動の終了を宣言したが、以後も序文などを収録したセレクテッドプレファセスアンドイントラダクションスを出版。 短い改装機、ラーキングバックを発表している。1950年にモロッコを、1953年にギリシア、トルコを、1956年にエジプトを、他にたびたびヨーロッパ各地を訪問した。1954年に即今もないエリザベス二世に越見し、名誉勲位を除群した。1959年に、 アジア各地を旅行訪問し、11月から約1ヶ月間日本に滞在し、役者の英文学者たちとも交流した。キロは台湾国に長期滞在している。1962年に所有していた買い方数をサザビーズオークションで売却し、同時に解説を付したコレクション画集、自らの楽しみのためだけに、ブユーリー・ホーマイ・プレジャーを交換した。最晩年はによる、 認知症により、親族と被害妄想などのトラブルを起こした。1965年12月暮れに、長期入院していた、ニースの病院から、自身の希望で、リビエラの邸宅へ戻り、間もなく没した。没年91歳だった。モームの作品は、平面な文体と巧妙な筋書きを本文としている。モームは、面白い作品こそが、自らの文学であるといい。 故に通俗作家と評されてきた。モームは小説の真髄は物語性にあると確信し、ストーリーテリングの妙をもって面白い作品を書き続けたが、作品の中にはシニカルな人間観がある。幼少時に母を亡くしており、この母への死母は相当なもので、人間の絆の冒頭部で描かれている。またモームは喫つ音に苦しみ、ますます孤独感を強めていった。 こういった境遇の後に、医学生時代に暮らした、貧民街に住む人々と交わったことは、モームに人間の奥底を覗かせた。最初に、日本に紹介し、来日したモームとも面談した、中野義雄は、その作品について、通俗という落境の皮を剥いていくと、最後には何もなくなるのではなく、人間存在の不可解性、矛盾の塊という人間本質の問題にぶつかると、表している。 その姿勢は人間の絆においてペルシャ絨毯の哲学として提出される人生は無意味で無目的という人生観に現れている人生を客観的に描いてきたモームは要約するとでは自分は批評形から20代では残忍30代では軽薄40代では皮肉50代では達者現在60代では悲壮と評されていると書いてる モームの文体は非常に平面であるが、その文体はボルテールやスコットに学んだものである。彼の作品、特にサミングアップは戦後日本の英語教育で入試問題、テキストとして広く用いられた。没後に再刊された小説作品、日本独自の版も含む、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。